多分こう、うちではなかなか切れない、切れなかったら本部に行って半分にしまうのかなと思ってガチで。なるほど、やりたいなと思って。誰か破門されたのは何の理由だったっけな。学会のところに堂々とこのチラシを配って歩くとほぼ破門すぐなりますよ、その号外とかね。これにまたコピーしちゃってる。そうすれば誰だこれやったら、はい私って言うの、ね、もうじゃあ会館来てって言って、嫌だって言ったらうち来いって言って、破門、破門、あなたは破門ですからとっていう誰かいたな、でいたな。それ一番いいじゃない。うん、誉れですよ、学会から破門されるなんて、うん、最高の誉れ。周りのほら先輩たちも言えんねん、いや破門なっちゃう。うん、しょうがないです。破門とか言ってびっくりするよね、うん、えなんでだって当然聞いてくるから、いや実はこういう理由でって説明できるもんね。それもあるし、まあ男だからね、うん、女の人はその、で、その線で